今日ご紹介するチャンネルはもしかしたらズバリ今後の新しい未来、ニューノーマル、アフターコロナの世界を本当に100倍楽しく暮らすために最も重要な情報チャンネルかもしれません。皆さんこんにちは。自由と希望が見つかる新世界チャンネルの平野です。このチャンネルの目的は新しい世界を切り開くのに役立つ有益な情報発信をしている YouTuber を紹介することです。当チャンネルをきっかけに有益な情報がどんどんと広がり、誰かの新世界の発見に貢献できればとても嬉しいです。ぜひ動画が良いと思ったらチャンネル登録、またはいいねやシェアのご協力をお願いいたします。はい。ということで本日ですね、ご紹介するのは、越境3.0チャンネルということで、石田さんと石橋さんというですね、カズさんとバッシーさんというふうに言われてますけども、このお二方のチャンネルをご紹介したいと思います。まずですね、いろんな、時事ネタ、海外情報、海外ニュース、そういう扱うですね、チャンネルはかなり多くなってきてますけども、このチャンネルのですね、特徴というのは、まずカズさんがですね、中東、ドバイとかパキスタンとかイランとかそっちの方に非常に詳しい方で、ビジネスの本拠地もそちらの方にあるようなんですね。ですので、海外というよりも、特に中東情勢に非常に詳しい方です。で、もちろんそれだけではなくて、ロシアだとか北朝鮮だとかね、南米とかいろんなところをご存知、旅行されてるから詳しいんですけども、ちょっとね、普通の、なんていうんですか、ニュースメディアから拾ってきた、ニュース YouTuber とはまた一線を画したですね、本当に現場の情報を教えてくれます。非常に情報も早いですね。僕のですね、記憶では、今、砂漠飛びバッタの問題が世界中でちょっと問題になってますよね。食糧危機を招くんじゃないかということで、東アフリカが始まって、それが中東行って、今インドの方に行って中国に入るんじゃないかなんてね、そういう話ありますけども、その砂漠飛びバッタの情報をいち早く紹介していたのも、確かね、この越境3.0チャンネルじゃないかなって思います。それぐらいですね、本当に情報が早いんですね。最近ですと、こちらでサムネイルもありますけども、北極圏の危機ということでね、永久凍土という、氷の土からですね、どんどんそれが溶け出していて、昔の古代の生物や古代のウイルスが、なんていうかな、出てきてしまっていると。そういう懸念があるというね、そういった情報も出せてますけども、非常にそういう意味で、海外情報も本当になんていうんですかね、都市伝説じゃなくて本当にあること。そして、その情報筋も結構信憑性の高いものですし、独自の切り口でですね、そういったものをいち早く紹介してくれてますので、非常に、ためになるというか、本当押さえておくべきチャンネルだなと思います。で、もう一方ですね、バッシーさん、石橋さんの方は、金融ですとか、そういったお仕事柄なんでしょうか、でも金融ですとか、そういった経済に関する情報に、すごく詳しい方ですね。ですので、株価ですとか、ビジネスですとか、そういったところの説明なんていうか、あとは情報ですね、が非常にわかりやすいですし、本当に現場でやっぱり情報を出してくれていると思います。そんなお二人のですね、チャンネル、まだ今これご紹介している段階では2万人なんですけども、これおそらく20万人ぐらい行くんじゃないかなって思います。そして、もう伸びるときにはバーンってもうあっという間に伸びるんじゃないかなっていう感じもしますので、ぜひね、早めにチェックされていた方がいいんじゃないかなって思います。ちょっとね、概要だけ紹介しますね。リアル体験から世界を語る。カズこと石橋さん、バッシーこと石橋、あ、ごめんなさい。カズこと石田さん、バッシーこそ石橋さんが送る越境3.0チャンネルと。このチャンネルは我々のリアルの体験から普通に生活していては知り得ない世界の人々の生活、ビジネスの最前線、世界情勢、そして世界の歴史を俯瞰した観点からメッセージします。テクノロジーが生み出したボーダレスワールドでは、大きな組織ではなく、きっと個人が主役になる。C2G ですね。この C2G って考え方非常に好きですよね、僕は。それが僕らが提唱する越境3.0の世界ですと。ここで発せられるのは冒険投資家&企業家の2人が送るメッセージです。もしあなたの人生が停滞しているならば、今すぐ逆転させよう。学歴、肩書き、お金なんて必要ない。何か人生を変えたいと思った全ての人たちへ、人生は一度しかない。僕たちの可能性は無限大だ。半端ない生き方はもうやめよう。覚醒しようということで、特にこの石田さんはですね、こういった行動できない自分を勝手に変えてしまうすごい方法という本も出されていて、2019年の3月の出版なんですけども、非常にですね、評価が高いです。内容を見ても、本当に現場のやっぱり情報が詰まっていて、そこからの体験として、考え方であるとか、世界の常識ですとか、もしくはこれから、日本人がどういう、考え方でどういう行動していけばいいのかっていうね、そういった指針を示してくれてるなというふうに思います。まだ僕は買ってませんので、これから購入して読んでみようかと思ってますけども、そういうチャンネルなんですね。でですね、動画の中身に関しては、そんなに凝った編集というか、これもね、一つすごくいい参考になるんですけども、この後ろにですね、モニターを出して、多分目の前にはパソコンがあるんだと思うんですけども、パソコンで後ろのモニターを映しながら、ご自身、お二方はパソコン見ながら喋っていると。なので視聴者側からすると、このモニター見てればいいわけですけども、一番いいのはやっぱ編集が少なくていいわけですね。ここに画像を入れたり、スライドを入れたりっていうふうにすると、あとイメージ画像を入れたりするっていうと、結構大変ですよね。なので、この、モニターに映す情報さえ作っておけば、編集が必要ないと。そしてそのデータっていうのはもちろん、パソコン見ながら喋ってますから、話は脱線しないというところで、非常に効率がいいんじゃないかなと思います。
まあ、実は私もですね、セミナーなんかをやるときは、こういった形式でセミナーやることが多いので、あえてね、なんか、ホワイトボードに映すようなことをしないで、ホワイトボード、モニターに映すようなことをしない。ホワイトスクリーン、なんですか？スクリーンありますよね。スクリーンにプロジェクターで映すようなことをしないで、大きなですね、50インチぐらいのモニターのある部屋を借りて、そこでセミナーを、ね、やることが多いんですけども、非常にまあ、賢い方だなって思います。はい。そしてですね、説明欄も、これ、ちょっとチェックしていただきたいんですけども、まあ、動画の内容を全部見なくてもですね、この説明欄に概要を書いてくれていますので、そういう意味では、概要を読んで興味がある場合、動画を見るっていうのも一つ手じゃないかなって思います。はい。それからですね、もうちょっとご紹介したいんですけども、最近はですね、こういった目次機能もつけてくれてますので、この目次を見たり、目次で気になるところに飛んだりっていうこともね、できますので、非常にありがたい配慮をしてくださっているなと思います。という感じでしょうかね。本当にこの世界情勢、時事ネタ、海外ニュースをいろいろ押さえておくべき情報が今多いなと思いますけども、そんな中でもまた一つ、こう、独自の切り口で、そしてあまり多くの人が扱わないよう情報を、本当最先端のスピードで紹介してくれているチャンネルですので、ぜひチェックしてみてください。はい。ということでね、また引き続きいろいろ情報チャンネルをご紹介していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。